その切れタイムのトリップなんですけど、6人全員で初めてできた撮影っていうかがあって、ナミも良かったし、1週間ぐらいかな、いたのかな多分。その間いろんなところでサーフィンしたり、まあ陸でももちろんこうお互いにこう刺激もらい与えてもらってしながら、現地集合で着いて、みんなでこう久しぶりってなって、でじゃあよし海入ろっかって言って入ったんですけど、その1個車そのインキーしちゃって、春吉が犯人なんですけど、出てで上がってきたら鍵開かんくなって、でみんなでうわどうするってなって、もう着替えとかも入ってたから、なんか努力が実ったっていうか、形にできたのはそこかなって未だに思ってるっすね。まあドヤ顔してたと思います、多分ニヤニヤしてたと思います。お笑い担当の感じですかね。で身体能力がすごくて、結構見た目はなんかネクラっていうか、こう真剣に向き合ってくれるっていうか、誰が見てもかっこいいって思えるサービスしてるなって思います。一番なんかこうペットにしたい系の性格っすね。自分の武器がすごいはっきりしてる。次に目立つなんかサブのキャラで、なんか一番こうファンからしたら一番人気が高いみたいな。多分俺今までいろんな日本人のエア上手い人って見てきたんですけど、多分俺一番やばいっていうかすごいなって思うんですよね。なんかおじいちゃんみたいですね。おじいちゃんみたいなっていつも言ってます。それは海とこう一体化、波と一体化してるっていう意味ではすごい、なんか自分の世界持ってて、まあ今本気でこう頑張って試合勝つために日々やってるんで、アスリートって結果が全てなんで、しっかり結果出すんで、まあ良ければ、もしパッてライブ見た時に僕のヒートが合ってたりしたら、少しだけでも応援してもらえるとすごい嬉しいです。キルタイムの活動、まあ自分たちの良さというか、一人一人がすごい違う色を持ってて、なんかこう集まることでなんか化学反応じゃないですけど、そういうのやっぱ起こるんですよね、陸で。自分も感じるし、でそういうのをこう映像に収めて作品にして残していきたいなと思うんで、良ければ見てもらえたら嬉しいです。